皆様こんばんは。今週も始まりました今すぐあやかりたい幸せ率のお時間です。この番組の MC を担当しておりますハニャと申します。今日も1時間生放送ぜひ皆様楽しんでくださいませ。今日はですねとっても隣にキュートな今注目のグラビアアイドルの方が今日来てくださってます。ご紹介します。本郷アンナさんです。お願いします。顔が小さいさっきスタッフみんなで言ってたんですけど素直な気持ち。なかなか顔が小さいって言われてもなかなか返答が来ないのですみません。嬉しいです。すみません。今日1時間生放送ぜひよろしくお願いします。アンナさんなんですけれども今日はちょっとですね人生をグラフにしてきていただいているということで、はい、早速ちょっと あのグラフを皆様にご覧いただきたいなと思うんですが、じゃん、こちらがアンナさんの人生グラフです。大丈夫ですよ横が年齢で縦が幸せと、はい、になってるんですけれど、アンナさん今お年が25歳ってことなんですが、はい、実は未来のことも書いてくださってもう自由なので全然そしたらアンナさん何歳からいきましょうか。19でいいですね。はい、了解です。19で北海道にいる頃に、はいはいはい、声かけていただいて、はい、モデルのお仕事を始めまして、でその時に全然仕事も決まらずで、はいはい、専門学校も行ってたんですけどバイトしながらやっていて、はい、そうですね21ぐらいですか。21ぐらいに、はい、あそうですね決まらず、うん、23ぐらいですかね、はい、そのくらいになんか1個 CM 決まるとそこからバンバン決まっていってでうまくいき始めて、でその頃なんか前から東京は来たくったんですけどなんか勇気なくて来れなかったんですけど、お友達とかも北海道ですもんね。でもなんかすごい東京の人に言われて後悔しないようにしなよって言われて、で24がラストチャンスだなって思って24に上京しましたね。えいってきたんですね。そうですね1年ちょっと前くらいになるんですよ。ちょうど1年前くらいですね。そうなんですよ。アナさん専門学校っていうのはそういう芸能の学校ではなくですか。全く普通の観光系の全然関係ないんですけど、そうなんです。普通に行ってて、はい、何になろうと思ったんですか。なんか CA とか旅行会社とかになりたかったんですけど。確かに向いてる浮いてるやりたくて。そうなんだ。そうでもなんか両親が好きなことやっていいよって言ってくれたので、はいはい、そのモデルのお仕事と、はい、あとそのバイトしながらやっていて。あでちなみにどんなバイトをされてたんですか。ねほりはほり聞いちゃいますけど。ギャップでバイトしてます。洋服屋さんです。そうなんですよ。やっぱりアパレルなんで。お洋服はお好きだったってことですね。大好きですね、はい、そうなんだ。そこでバイトしてましたね。へそっかまあ、そんなアンナさんなんですけれどやっぱり CM 一本出るとやっぱりたくさんの人に目につきますからね。そうですね。なんか運気が上がると言いますか、そこで1個決まるとやっぱボンボンいろいろ決まっていて。そりゃそうですよ。そうですね。これからもでも楽しみですよ。そうですね、はい、それで、はい、上京されて、うん、でも結構なんか最初の方から、うんはいはい、まあ、まだ1年ですけどいろいろお仕事をさせていただいて、はい、今に至るんですけれども、はいはいはい、本当に結構なんですかね、なんか、うん、最初はやっぱ雑誌とかグラビアのが多かったんですけど、はい、なんか元旦の日にテレビに出させていただいて、はいはいはい、ナイナイの番組ですか。じゃなく爆笑ヒットパレードっていう今田耕司さんとか、はいはいはい、あなるほどなるほど、ナイナイさんも出てて、はい、それで呼んでいただいて、はい、そこで結構なんか見てくださってた方がいて、はい、そこから仕事に結構つながったりしたので、うん、やっぱり一つ一つがつながるってことですね。そうですね。すごいつながってますね。そっか。要は、なんでしょう。交友関係もそれで結構広がったんじゃないですか。結構広まりましたね。なんか本当いろんな方に出会うようになったので。はい、いかがでしたか。その初めてその番組に出られて。出た時はもう、うん、なんか生放送だったので。おお初め生放送、ね、今日もですけど生放送グッジョブですよ。簡単のお昼だったので、はい、すごい緊張でしたし、やっぱ地上波だったので、はい、もうドキドキしながら、うん、もうあんまり覚えてないくらいな感じでしたけど、でもすごいなんか友達とかもやっぱ言ってなくても見てくださったりしたので、はいはい、すごい嬉しかったですね。そうなんですね。そして一気にお仕事が決まってきて、この後は未来のことを。そうですね。未来は、はい、
未来です。未来、未来。じゃんじゃーん。なんだろう。いいんですよ。なグラビアはもちろんやっていきたいなと思うんですけど、はいはいはい、なんか最近その映画ですとか舞台もらせていただいたので、うん、なんかお芝居楽しいなって思ったので。どんな舞台出られたんですか？なんかあの総裁のチチルっていう大林素子さんですとか、はいはい、イナゴライダーの翔吾さんとかが出ているやつだったんですけれども、はい、それもその爆笑ヒットパレード見てくださってはい、た方が声かけてくださって、はい、やってみないかって。そうなんです。でも演技も何もやったことないですって言ったんですけど、それでもいいって言ってくださったので、でもそれですごい好き、なんか演技やりたいなって思えたので。ああ、やっぱそういうところも想定してお声かけてらっしゃったじゃないですか ね、 そうですね。でもそれから本当に、はい、まだ全然そんないっぱいしてないですけど、どんどんしていきたいなと思ってますね。了解です。それでその後26歳、ね、7歳で女優になって有名になる。でも今も女優じゃ女優ですもんね。でもまだまだそんなことないですよ。そんなことないですよ。謙虚だ。徐々になんかやっぱり有名になりたいなって思ってやっぱ東京来たので。なるほど。そうで、なんか最近もたまにですけど、街で声かけていただけるとうん、嬉しいなって思うので、うん、もっと有名になってやりたいなって思います。声かけまくりだと思いますよ。声かけまくり。頑張りたいですね。あの出たい番組とかドラマとかってありますか？番組とかはやっぱりそのしゃべくりセブンですとか。はいはいはい、いいですね。見てます、見てますよ。なんか、うん、みんなが見てるような、はい、今だと本当今夜比べてみましたとかもですし、もう本当オールジャンル出てみたいなとは思ってますね。いいと思います。そうなんです、ね、映画とかってどうですか？映画もやってみたい。なんか最近やったんですけど。あ、そんな映画を。なんかそれは何ですか、はい、なんか学校の物語と言いますか、はい、先生役だったんですけど、はい、先生役なんだ、うん、それが本当の舞台やる前だったので、はい、今年の1月とか2月とかに撮影してたので。それが本当最初で、まあ、めっちゃ怒られてやってたんですけど。いや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 、それは皆さんそうだと思うんですけど、もう公開にはなっている映画。ちょうど今ですね、公開してますね。ちょっと期間限定で今週いっぱいとかなんですけど。よかったお名前でも。教科書にないっていうのに出させていただいて。はい、教科書にないという映画で、はい、そうですね、アンナさんがじゃあ出てらっしゃるので、うん、ぜひご覧くださいまし。なるほど。そして、30歳超えたあたりかな。そうですね、有名になって、まあ、後々はちゃんと結婚して幸せになりたいなとは思ってますね。もうお仕事はしていきたいですけど。あ、いいですいいです。本当にあの夢がいっぱいのアンナさんで見てる方にも伝わったんじゃないかななんて思うんですけれど。そうか、じゃあこれまで結構駆け足で来られてって。そうですね。ご自身どうですか？そういう印象ありますか？そうです、本当になんか周りの方も言ってくださるんですけど、はいはい、うんうん、1年でテレビに出させていただけるのもなかなかないよって言っていただけるので、うんうん、そうです、本当なんかあの人には周りの人にはすごい恵まれてるので、うんうん、いい人しかいないので、うん、そこはすごい幸せだなって思いますね。そうか、じゃあご本人もそんなにその、うん、あの、あれよあれよというか、やっぱり多分想定してらっしゃったってことですかね、ある程度。なんですかね、なんかでも、はい、こんなにそのいろいろ決まるとやっぱ最初は厳しい世界だって思ってたので、はい、思ってなんか決まるって思ってなかったので、はいはい、なんか、うん、いきなりすぎてちょっと戸惑った時もあったんですけど、うん、でも頑張らなきゃなって思って頑張ってます。頑張り屋さんの気持ちが皆さんにも届くんじゃないかなと思うんですが、まるでお姉さんのような目線で食べてますけど、お姉さんなのかお母さんなのか分からないです。すみません。いえいえ、ありがとうございます。今カンペが、地元を離れた時は泣きましたかってカンペが出てる。私は結構なんか絶対ホームシックなるなとか思ってましたし、なんか家族でお見送りに来てくれたんですけど、私大丈夫だったんですけど、お母さんが泣いてました。お母様。お母さん本当になんかあのたまに帰って帰る時も毎回泣いてるので。まあそれ、あと一人娘ですか？あ、でも3人兄弟なんですけど、なんか2人ともお姉ちゃんと弟いるんですけど、はい、2人とも向こうにいるので離れるのが多分初めてだったので。なるほど。あんなみたいな形で空港で泣かれるのでやめたいと思うんですけど。すごい泣いてきますね。いや、やっぱそれだけ愛情を持って育てた娘だからですよ。そうですね、結構なんか毎日連絡取ってますし、家族は仲いいので。
でもすごいなんか応援してくれてるのでそれはすごい嬉しいなと思いますね。今日のこの番組ってご家族の見てますお母様あなたの立派に見てます何でも見ますね素晴らしい本当になるほどありがとうございますあなた今日コメント結構来てるので、はい、ちょっと拾ってもいいですか、はいもう番組始まる前からワクワクドキドキ楽しみってことでありがとうございます。うん、あとアンナちゃん楽しみだよだったりありがとうございます。アンナさん綺麗かわいいハートマークいろいろ頑張ってください。あ、ハニャ先生がっつり聞いてくださいね。わかりました。アンナさん OK ですよ。 OK です。めっちゃ綺麗だったり、あ、私よくテレビで見てますって。 ありがとうございます。嬉しいです。あと清楚なお嬢様だね。だって悩みとかあるのかなね、ご本人もきっといろいろと、はい、いろいろだろうそうです。やっぱりそりゃそうです。うん、でアナさんネイルも素敵ですねって言ってます。ありがとうございます。もうネイルを見せてもらってもいいですか。あ、ハートになってて。そうなんですよ。白とレッド。そうですね、ちょっとじゃあ、はい、カメラにじゃーん。ネイル の、はい、あのデザイン決まってない方はじゃあぜひぜひありがとうございます。あとアナさん水泳やっていたの。いや、すごい私肩幅が結構あるので。あ、私もですけど。すごい言われるんですけどバレーボールしかやってないですね。そうなんでも今もスポーツは結構やりますけど。ジムにも通ってらっしゃって。ジムにも通ってますね。ジムに行かれてどういうことされるんですか。なんか私その普通にいつでも行けるのだとサボっちゃうので、うん、ちゃんとパーソナルの教えてもらって。さすがです。なんかどうしたいっていうのを先に伝えて、うん、そこを中心的にやってくれるので。さすがです。すごいなんか食事もこうでとかも言ってくださるので。ナイスです、ナイスです。そうなんです。あとなんだ、走ったりも結構家の周りですとか10キロ走ったりとか結構しますね。本当にストイック。そうなんだ。さすがに。あ、でもね、二の腕も美しいですねって見てるな。これは男性かしら。めっちゃプニプニって言われました。そんなことそんなことないです。私なんか見せられませんからね。ここも今ちょっと鍛えてます。さすがです、さすがです。すごい見えるんです ね。さっきはい、答えでもいただきましたが、アンナちゃん兄弟いますかっていうことで、はい、ね、姉と弟が、お姉さんと弟さんがいらっしゃるで、はい、ね、お母様よろしくっていうのはお母様よろしくっていうのはこれはあれでしょうか。自分をよろしくってことで、なんですかね。無効候補の立候補です。これはお母さん見てます。いいですね、いいですね。ありがとうございます。こうやって聞いてきたんですが、はい、アナさん、ここでこの番組今すぐあやかりたい幸せ術って名前ついてるんですね、はいはい、うん、で見てる方に何かアナさんから、はい、自分こんなことしてるとすごく前向きに生きられるんだよだったり、うん、アドバイスぜひ。そうですね、なんか私も結構なんかネガティブだったんですけど、はい、ネガティブは良くないって思って、うん、はい、やっぱオーラとかにも出ると思うので、うん、ネガティブなことを考えずに何事も結構なんかポジティブには考えるようにはしてますね。なんか落ちていくだけなので。いやいや、おっしゃれと。でもそれはそうですよ。みんなそうだと思います。だからもういいことを考えてずっとハッピーになろうみたいな感じには思ってますね。大事です、大事です。あとずっと笑ってるといいって聞いたので、そう、笑ってるようにしてますね。ちょっとカメラに向かって笑ってますね。きっと見てる方がそのまま何か受け取ってくださいと。でもやっぱり番組やってて、はい、そのゲストの方が笑ってるだけで、うん、とか、はい、なんて言うんでしょう、楽しんでくださってるだけで、はい、結構見てる方幸せになるっておっしゃっていただけるので、あなたみたいに本当に伝わってる方も多いじゃないかなと思うんですが、はい、またガンペが、お母様の教えですか、その笑顔はってきてます。お母様見てらっしゃるし、お母様の教えですか。そうですね、お母さんが結構なんかその上京するときになんか、はい、ほんと切れ端みたいな紙をなんか手紙みたいなのくれて、はい、そこになんか何でしたっけ、なんかそのずっと、うん、なんかへこむんだったらずっと笑ってた方がいいよみたいなことを書いたので、なんかそれはすごい大事にしてますね、うん、今でもじゃあ大事に。そうですね、家に置いてますね。お母様ナイスです。ずっと笑ってようって思ってねえ、なんか仕事とかでも笑顔褒めていただけるのすごい嬉しいので。そりゃそうですよ、ずっと笑うようにしてますね。そうですよ。ナイスです、ナイスです。今ちょっと、あ、花さんの今一人抜きのショットが今私もずっと見てましたけどそうなんだ。
あと他に前向きで笑顔でいること以外に何か気をつけてることってありますか？気をつけてること、でもやっぱり本当お仕事始めてからはその体型維持とかもやっぱりすぐ出ちゃうので気をつけるようにはしてますね。そっか、だからやっぱりジムでパーソナルトレーナーさん、そうですね、パーソナル行ったりとか、やっぱなんか周りの方を聞くとなんかストイックなので、私も一時結構なんかふにゃってなった時あったんですけど、なんかダメだなって思って、はい、絶対ストイックにいた方がいいと思って。そうなんだ。今最近ゴルフも始めたので。いいですね。なんか友達と一緒に通ってますね。いいと思います。こういう関係広がりますしね。そうなんです。ゴルフやるとやっぱり業界にいるとゴルフとかもできた方が確かに幅は広がるかなと。おじさまたちから声がかかりまくりますからゴルフやると。いや、考えてます。ぜひぜひ。そうなんだ。またあのさすがですね。インタビューをたくさんしたりしたので、ね、食生活も何か気をつけてますかって出てます。あ、結構気をつけていて。というと、なんかやっぱ実家にいるときは、はい、親が作ってくれたんですけど、はい、結構自炊をするようにはすごいしてますね。ナイスです、ナイスです。食べ物で、まあ、さっきのパーソナルトレーナーさんのこともアドバイスもありますが、はいはい、なるべくこういう食べ物を多く取ろうとかってありますか？そう、やっぱりなんかタンパク質ですとか、なんかそうなんだ。朝は結構がっつり食べて、はい、夜はサラダにしたりとか、結構炭水化物は夜は絶対取んないですね。なるほど、なるほど。結構気をつけるようにはしてます、ね。一応じゃあお昼も一応3食はちゃんと食べて。そう、今まで3食食べてなかったんですけど。あ、そっか、そうなんだ。なんかジムでダメって言われてなんか食べなきゃいけないって言われたので食べるようにはしてますね。大事です。飲み物とかってどうですか？気をつけてらっしゃいますか？飲み物もなんかあんまりそのジュースとかは飲まない、はい、本当にたまになんかのご褒美とかでは飲みますけど、本当にレッドブルとか飲むときもカロリーないやつ、うん、なんかありますね。あの、ちょっとありますあります。飲むときはそっちライトでしたっけ？なんかあるのでそっちにしたりとか、結構気を使ったりはします、ね。水にしたりとかは。なるほど、やっぱり、ね、アナさんのその何ストイックさというか、その真面目さも伝わったじゃないかななんて思うんですけれども。はい、他にはないですか？だんだん何もない。すごい、とりあえずないっておっしゃってる。たくさん聞いちゃった。ありがとうございます。で、ちょっとじゃあコメントもちょろっと、はい、拾えたらなと思うんですが、着物も似合いそうですね。お好きですかって来てます。着物好きです。北海道いた頃は着物の仕事も結構多かったですし、うん、浴衣とかも本当に着るの好きなので、花つとか着たりとか。ご自身でじゃあ普通に着られる？自分で着れないんですけど、前も浅草行った時に借りて着物してきましたね。素敵、いいですね。あとは、そっか、アンナちゃんスポーツウーマンなんだね、はい、だったり、笑顔素敵だったり、お母様素晴らしい、さすがでお母様見てると思います。コメントも右下かな、アイコンがあるのでポチッと押していただくとコメントも書き込めたり見れたりするので、はい、皆さんぜひ書き込んでください、はい。ね、お酒はお好きですかって聞いてます。お酒も結構好きですね。なんかジム通ってるとあんまり飲まないでねって言われるんですけど。分かる気がする。たまに本当に飲む日って決めてそこで飲むようにはしてますね。ちなみに私もあのアルコールは好きなんですが。あ、そうなんですね。好きなお酒ってありますか？私は前まで甘いの好きだったんですけど、なんかハイボールは太らないって聞いて、はいはいはい、そうちょっと気にしてハイボールにしたりはしても、でも結構何でも飲めるんで、最近でも日本酒もいい、ちょっとハマりましたね。日本酒の CM があるかもしれないから言っておけ。お酒好きですね。いいですね、いいですね。そっか、そうなんですよ。そうだそうですよ。ありがとうございます。ということで今聞いてきたんですが、はい、アナさん、まあ、私鑑定士もしてるんですけど、はい、今日少し何かご相談があるってことで、はい、もしよかったら、ね、はい、なんだろう、本当に、うん、今後のお仕事の運ですとか、うん、まあ、恋愛も気になりますし、やっぱその2つは結構気になりますね。了解です、了解です、はい。そしたらどうしましょう、お仕事からいきましょうか。はい、お願いします。了解です。じゃあちょっとその場で目だけ閉じてもらっ てもいいですか、はいはい、ちょっとお時間ください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの、アナさん、お仕事なんですけれども、はい、あの、ご自身の中でもうこの道に進みたいって方向性が決まってらっしゃるので、はい、あとは、あのね、焦らなくて大丈夫ですよ。そうなんですね。タイミングタイミングで、出会う人、はい、あとはその
仕事が立ち上がる、そのいろんなことが連鎖してくるので、はい、でね、気持ち、今の気持ちをちゃんとお持ちいただくと、そのままその、時間とともに人だったり、はい、お仕事だったり、はい、な時計の歯車じゃないですけど、ピタッとピタッとそのタイミングで来てくるので、なんだろうな、今の思ってらっしゃる、はい、このビジョンで進みたいなって、はい、っていうだのだけお持ちいただけたら、うん、はい、焦る気持ちとかも全然いらないので、良かったです。で、一番はご自身がその場所その場所で楽しむこと、はい、まだまだもちろん緊張はすると思うんですが、はい、もう立派なそのモデルさんでもあり、はい、女優さんでもあるので、はい、要は一歩芸能界足を踏み入れたら、うん、みんなフィールドは同じだと思ってしまってもいいと思いますよ、はい、もちろんたくさんのお子さんもいらっしゃると思うんですが、はい、謙虚な方なので、その気持ちはもう全然周りの方にも伝わってるので、はい、たくさんの方が何て言うんでしょうか、ぜひ一緒にお仕事をだったりとか、うん、はい、なんて言ったらいいのかな、お仕事もそうなんですけれど、はい、こんなやり方もあるよ、こんなあと遊びというか、はい、余白、うん、お仕事の始めじゃなくて、はい、お仕事はもうお出来になっていくので、うん、順々にいかにその余白の部分をご自身でその、はい、ちょっと寄り道しながら楽しめるか、ちゃんと進んでいくので、はい、っていう風な形でメッセージ来てますね、はい、ありがとうございます。全然心配することなく、ありがとうございます、よかったです。恋愛の方も見てみますか。はい、お願いします。ドキドキワクワク。そしてちょっと目閉じてもらって、はい、ちょっと3秒だけもらってもいいですか。はい、お願いします。ちょっとお待ちを。アナさんお待たせしました。アナさん、はい、自然とかお好きですか？緑とか。大好きです。お散歩とか結構なさるといいと思う。あ、そうですね。そうすると、その、うん、なんて言ったらいいのかな、そこで出会いもあったりとか、はい、男性じゃなかったにしても、女性の方とか、はい、どこでどういうふうにつながっていくかって分からなくて、例えばワンちゃん連れの方が来て、なんかワンちゃんつながりで、女性だったとしても仲良くなって輪が広がっていくというか。で、何かしら将来の面で恋愛で不安になっちゃった時は、はい、公園だったりとか、うん、水のある公園とかもいいかもしれない。たくさん本当に自然の大きい自然のところに行くと、自然と本当の自分が望んでいる男性がどういう男性なのかっていうのが分かるって、はい、すごい、そうなんですね。華やかでたくさんいろんな男性っているんですけど、はい、そうですよね。そうするとどうしたらいいんだろう、でやっぱりなんて言うんでしょうか、周りの方に合わせられる感受性を持ってらっしゃるので、はい、自分の気持ちがちょっとなんでおざんなりで分からなくなっちゃう時があるので、はい、そんな時はそろそろ静かな自然の中にいてみて、はい、リラックスしてるのと同時にふってなると本当の自分が欲してるものが分かるって。そうなんですね。そうすると本当に思いが形になる方なので、はい、この人だ、こういう道筋だって分かると進んでいける、うん、おー、そうなんですね。あー、そこだけ上になると、はい、分かりました。ねえ、いいと思いますよ。ありがとうございます。で、本郷さん、先生の占いを聞いてみていかがですか。あら、そんな感想を聞いてるどうですか、どうですかって聞いちゃう。そうしていきたいなと思います。その通りに行くないいなと思いますね。お仕事とかでも全然全然そのままでいいんだなって思って、なんかたくさん、わ、女性としての喜びもお仕事に反映されていくので、はい、これはご自身も気づいてらっしゃるのかもしれないんですが、はい、女性としての恋愛がお仕事にもつながっていきますし、はい、まあそのためにはいろいろな学びもあるかもしれませんが、はい、進んでる方向は決して間違ってないので、飛び込むのが怖いってこともあるかもしれませんが、はい、迷ってるんだったら、うん、えいって飛び込める方なので、はい、ちょっと勇気を出しなって飛び込んでみるとまた展開してくる。そうなんですね。だからえいって飛び込んで、はい、要は勇気を振り絞って、北海道から東京に来た時のような、はい、なるほどですね。それで全然乗ってられますよ。わ、はい、かりました。これはお仕事も恋愛も共通してる気がする、はい、飛び込みます。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでちょっと鑑定させていただいたんですが、本当に将来有望な方で、皆さん伝ってるんじゃないかな。そしたらじゃあ次のコーナーに行ってみたいななんて思うんですけれども、はい、さ
あ、よろしいでしょうか。あのさん、次のコーナーなんですけど、はい、あの視聴者の方を生電話で、はい、あ、ここ今電話占いなんですけど、はい、マヒナっていう会社なんですけど、今ちょっと視聴者の方と生でつないで、はい、今からゲスト鑑定士さんをお呼びするので、あ、はい、ちょっとあの3人でというかゲスト鑑定士さんが、はい、その視聴者の方を占うってことをやってみようかと。皆さんもあの何かアドバイスあったらぜひ、はい、していただけたらなんて。そしたらじゃあご紹介します。本日のゲスト鑑定士さんはですね、とわ先生です。いらっしゃいませ、とわ先生。こんばんは。どうぞどうぞお座りください。見てるかな、とわ先生。じゃあお顔を、はい、カメラに。じゃあとわ先生、よろしくお願いいたします。とわ先生、今日関西から来てくださったね。はい、はい、新幹線がちょっとね、かなり遅れました。あ、もちろん番組がちゃんと間に合ってくれたので、はい、間に合いました。いろいろそんな中来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそ、はい、とわ先生なんですけれども、はい、あの普段霊感霊士、そして霊感タロットで、はい、あの占ってらっしゃるんですが、はい、今日は、はい、あのもちろんタロットと、あとはこのあれですね、ホロスコープにも、はい、あの占っていただくということで、はい、今日のですね、視聴者、あ、ホロスコープって何ですか。はい、西洋占星術です。西洋占星術でございます。はい、右に習って。そうなんです。あの今日夏至、そうです、本当に。なので、はい、一つの転換期ということで。そうなんですよ。で、はい、今日の視聴者の方ちょっとご紹介いたしますね。はい、今日の視聴者の方がですね、34歳の未婚の女性の方になります。ニックネームが M さんということで、今日はですね、恋愛のお悩みということで伺ってます。もしもし M さん、こんばんは。もしもし、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあここからはちょっととわ先生にお任せします。はい、はい、こんばんは、はじめまして M さん。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では早速なんですけれども、今日のお悩みを教えていただけますでしょうか。付き合って10ヶ月ぐらいになる彼と、はい、今遠距離なんですが、はい、その彼とあの今後うまくいくのかなっていうのをあの占ってほしいです。はい、その10ヶ月になる彼なんですけれども、はい、もう少し詳しく情報を、はい、教えていただけますか。はい、知り合っては2年くらいになるんですけれども、はい、友達以上恋人未満の期間が長くて、はい、でそれで付き合い、ちゃんと付き合いましょうってなったのが、うん、ちょうど10ヶ月前くらいなんですけど、はい、その彼 と、うん、春に彼が移動で、あのちょっと自分の住んでるところから遠いところに移動になってしまって、うん、会えない日が多いんですね。うんうんうん、でその彼が、まあ、会えないので、あの月に何回か自分が会いに行ったりとか、うん、彼が会いに来てくれたりっていうように、あの一応コミュニケーションはいっぱい取るように頑張ってるんですけど、うんうん、はい、やっぱり会えない部分で、うん、あの不安になったりだとか、うんうんうん、彼の気持ちが分からなくなってしまって、うん、喧嘩が、まあ、今まで以上に増えてしまって、うんうんうん、はい、そうですね、彼は、うん、はい、彼はなんか早く一緒に住みたいって言ってくれてるんですけど、うん、はい、今の自分の仕事を辞めて彼の方に行っても大丈夫なのかなっていう不安もかなりあります。あるんですね、うん、はい、その不安っていうのはどういう不安なんでしょうかね。何かがあったから、うん、行くのは躊躇してるのかな。そうですね、彼が、うんうん、今はすごくこう前向きに2人の関係を考えてくれているっていうのがすごくわかるんですけど、はい、彼の心変わりが心配というか。あ、なるほどなるほど、はいはい、うん、わかりました。じゃあちょっとホロスコープを今の時間帯で作ってみますね。はい、はい、でね、今日羽生先生がおっしゃっていましたように、うん、今日は夏至です。おい、はい、まあ、夏至の影響があってね、すごい大雨で私は遅れそうになったんですけれどもはい、で、M さん、はい、うん、M さんの先ほどの会話の中にもね、結構、はい、今日のキーワードになるようなことを散りばめられてたんですよ。はい、うん、どういうことかっていうと、遠距離恋愛、うんうん、
遠距離をしてるんですね。で通常遠距離をすると、はい、ね、まあその悩みのほとんどがそうだと思うんですけれども、不安になる、離れてるからこうこっちに向いてくれてるのかなとか、なんかこう、はい、よからぬことをしてるんじゃないのかなとか、やっぱりすごく気になっちゃいますよね。はい、うん、それがもう多分悩みのほとんどで、そこに何かがあるから行こうかな、どうしようかなって悩んでおられるんだと思うんですよ。はい、ね、はい、でホロスコープが出来上がりました。うん、早い。当時そんな早っという間に出来上がるもんなんですか。魔法です。本当見たことない魔法だそうです。でね、初めて、これすごいんですよ。聞いていただくこの時間帯、この日、はいはい、っていうのもすごく大事になるんですよ。だって昨日聞いたのとなんか気持ちって変わりません？はい、ね、で鑑定士の先生の気持ちも変わったりとかもたまにしますしね。でホロスコープ、その時のホロスコープによって答えがここに書いてあるんですよ。はい、では M さんについてお話を少しずつやっていきますね。はい、今日は先ほどから言いましたようにすごい大雨の夏至です、ね、大雨の夏至っていうことはどういうことが起こったかっていうと、はい、この大雨でいろんないらない感情だったりとか、はい、いろんないらないものが流れていきました。はい、うん、あらそれはラッキー、うん、そう、なので今なんかこうもぞ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 ってさっき悩んでおられたことは、はい、結構流れていってるはずなんですよ。はい、うん、どうですか。はい、無理やり無理やりちょっと言いました感がありましたけれども今から大丈夫だから最後までね、はい、あれすると、はい、本当になくなります。もぞもぞ感が、はい、っていうのはどういうことか。なくしたいです。なくしたいよね。はい、うん、ね、遠距離恋愛ってもう何回も言ってるけどすごく辛いもんなんだけど、なんと、はい、今日の夏至は、うん、移動をたくさんするということがラッキーだっていう星が来てるんですよ。あら、なので私も今日移動してきました。そうですよ、今日大阪から、はい、移動してきました。ラッキーなことが起こってるでしょ。ほらこうやってテレビに出ています。ラッキーなことなんです。はい、で、あともう一個、 M さんにとって一番大事なものって何ですか、はい、今一番大事なもの、うん、彼のことですよね。はい、この恋愛、はい、恋愛もすごくラッキーな方向に行くっていう夏至なんですよ。どう先生、それは全般そうなんですか。そうなんです。いらない恋愛はいらなくなりますよ。はっきりはっきり、で、遠距離恋愛だからさっきね、なんかこう、はい、私が行ったりとかっておっしゃってたと思うんだけど、はい、さっき私言いませんでした、何かがいいって。移動、そう、うんうん、移動してます。いつ行くのかな、次は。次は再来週です。再来週か、はい、うん、でそれまでにじゃあ何をしたらいいでしょう、はい、疑わない。もちろんいいですね、いいですね、ナイスナイス、はい、そうです。で疑わないためには、はい、なんかほら今ってツールがあるじゃん。あの LINE とかでいつも連絡取ってます。そうそうそう、そのね、移動とか、はい、LINE とか電話とか話すとか、はい、コミュニケーションで私みたいにこうやってテレビに出るとか、はい、っていうのがすごくいい時期なんです。はい。でね、なんかこう普通だったら私よくね鑑定をするときに言うのが、はい、男の人ってこう LINE とか嫌がるじゃないですか。はい。で既読になってるけど返事がないんですとかね。あ、はい、そうなんです。結構それでこう相談をされたりとかするんだけど、う
はい、しつこくみんなやっちゃって、はい、それもうちょっとやめた方がいいよっていうアドバイスとかよくありますよね。よくあるんですが、はい、喜んでください。コミュニケーションに今めちゃめちゃ適してる時です。へー、あー、はい、なのでまあ、はい、多分ね2人でこうお電話とかもするんだと思うんだけど、はい、そういうのでこう愛をきちっと確かめ合うことがきっとできると思うんですよ。はい、うん、でそれができることによって不安とかも少しずつ解消されて、さっき言ったように不安が流されていくので、はい、うん、幸せになっていきます。あ、うん、はい、あの何を悩んでるのかなっていうような星なんだよね。うん、そうでしょうね。やっぱ、うん、あとはエムさんの勇気次第かなっていうところですけどね、うんうん、はい、うん、自信はちゃんともう持ててると思いますよ、うん、勇気かなって一歩、そうそうそう、そうですね、うん、どうしてもね自分のことになるとみんな不安になるんだけど、確かに、はい、うん、私が皆さんによく言うのは自分を俯瞰してみてくださいって言うんですよ、はい、自分がねこう天井の上の方から自分を見るんですよ。はい、だから今日も私自分を見てますけど、うん、うん、そこにモニターもあるし、うん、そんな感じで自分をねこう客観視するとこの恋愛って結構うまくいってるよねって見えるんですよね、はい、本当は。うん、うん、でもねなんか考え込むとこう奥に奥に入っていって、はい、とってもなんかディープなところに行って、はい、で抜けれなくなります。そうちゃんと分かってらっしゃってさすがです、うん、でこうなんか戻ってきたらいいのに、うん、よからぬことを考えるとどうなるかっていうとよからぬメールをしたりとかするんですよ。はい、はい、はい、やっちゃったな。はい、やってしまうこと多いです。多いよね。だから、はい、よからぬ脳みそをちょっと捨てましょうという下旨です、うん、はあ、その思考になった時に、うん、こうすぐ切り替える、違うかその切り替える方法っていうのは、うん、どうしたらいいと思います？そのどうしたらいいんだろうって、うん、頭では分かっていても、うん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 、こういつもやってしまったっていう行動になってしまうんですが、うん、LINE とかをこう、そうです、暗い LINE を送ってしまうんですよね、はい、よくあるよくあるめちゃよくある。Mさん暗いメールはどんどん可愛いんだから、ね、これきっとでもテレビの向こうの人たちも同じだと思うんですよね、ね、同じことをやってしまってると思うんだけど、それはもうやってしまったものは返ってきません。はい、うん、で感情のコントロールをするしかないんですよね。はい、うん、でこういう大雨とかが降ったら、あ、はい、私のあの LINE は消えてしまったって思うんですよ。で、あとはもうなんかこう私の場合はいらないものを捨てます。あ、いらないもの、うん、あのゴミを捨ててみたりとか部屋を片付けてみたりとか、はい、なんか他のことをするんですよね。走ってみたりとか、あ、はい、そうしたらあのなんていうのかな、もうきその消えない LINE のことはもう考えなくなる、はい、で今度ポジティブに感情を変えていく、はい、うん、でポジティブな感情で送った LINE で上書きをする。あ、はい、うん、あの今って結構いい機能がついてるのでいらないものは捨てれるじゃないですか。はい、うん、だからどん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 捨てていったらいいと思います。はい、うん、やってみます。はい、はい、ねえ、他にはい、アナさん、今 M さんのお話聞いてみて、はい、アナさんは何か M さんに何かこんなことをアドバイスとかありますか？はい、でも本当になんか私もやっぱ友達とか相談受けると、はい、やっぱそういう同じ内容といいますか、うんうんうん、なんかその心配で LINE をめっちゃ送っちゃって、うん、後で後悔するとか聞くので、うん、すごいなんか気持ちわかるので、うんうんうん、
まあ、そこは本当我慢というか行かなきゃいけないんだなってすごい。まあ、送りたくなっちゃう気持ちわかるんですけどね。確かに、うん、またなかなか男性というか自分とお相手の価値観というか、うん、その送りペースも全然違いますから、ね、違う人間なので ね、うん、まあ、認め合っていけたら一番いいかななんて思うんですけど、うんうんうん、そっかねえ。エムさん、他にあの、はい、先生に聞いてみたいことってありますか？はい、ですね、うん、あの彼と結婚ができるのでしょうか？待ってくださいね、うん、そうですね、彼との恋愛がね、もう本当にびっくりするぐらいいいんですよ今、うん、どういいのかってね、ホロスコープを読める人だったらもうこの上なくいいよとしか言いようがないぐらいいいんですよね、うん、だからこのままこうコミュニケーションを取っていって、はい、であなたがその、まあ、あなたと彼とがどちらがどうなのかわからないけれども移動し合って、はい、うん、で、まあ、週末とかを楽しむことによってちょうどね、はい、いい時期が来ます。あ、はい、うん、あこのタイミングだなっていう時に、はい、彼からのアプローチがあるはずですよ。あ、はい、うん、だからきっともうそろそろ、はい、うん、こっちにおいでみたいなのがあるかなとは思います。はい、うん、あ、はい、ね、そっか。エムさん、今の聞いてみていかが、はい、どうですか？すごく嬉しいなっていうのもあるし、はい、ちょっと緊張してます。いい、全然緊張しますよ、しますよ。本当に明るい未来しかエムさんにはないんだなって思いますよ、やっぱり。あ、なんか幸せを、ね、ご自身で受け取ってほしいかも。なんか鈍感なのでタイミングがわからない。可愛いね。そうそう、可愛いんだよね。可愛らしい。そっか、はい、ね、あと、おっと今カブが、ですね、エムさんに彼に何て言われた時が一番嬉しいですか、はい、って今なんかメッセージ来てますね。そうですね、うん、そうなんですけど、どうしよう。いやいや、言っちゃっていいね。たくさんあるに違いない。たくさんある違いない。気持ちを普通に言われたときはすごく嬉しいです。好きだよ、だったりですか。でも、はい、あまり言ってくれないんですよね。嫌いなことはすごく的確、なんでしょう。嫌いな部分はいっぱい言ってくるんですけど、好きなところって何で、何って聞くと、何も答えてくれないんです。まあ、なるほど、なるほど。そっか。ちょっと今タロットも引いてみました。はい。そしたらね、はい、彼は、はい、まあ、駆け引きをしてるって言ったらちょっとおかしな言い方なんだけど、なんていうのかな、あなたの心の内側を見てるんですよね。はい、それで言葉をどうしようかなっていう風に選んでるって感じなんですよね。だから、はい、彼に言ってもらうのを待つばかりじゃなくて、はい、あなたが言ってほしい言葉っていうのをイメージしておくんですよ。はい、で、そういう言葉を言わせる方向に持っていく。言わせるって言うとおかしいんだけど、はい、そういうことをイメージしてたら彼はそれをキャッチするんですよね。はい、うん、だから私ほらいつもこうね、霊感タロットとかよく言われるんだけど、はい、イメージをしてるんですよ、みんながどういう悩みで、はい、あ、これはこうなってこうなってこうなるからこうなんだなっていう感じでイメージをするんですけれども、そんな感じで、はい、M さんもイメージをしてみてください。はい、うん、霊感とか霊視とかっていうのってなんか一部の人にしかできないみたいなことを思うんだけど、実はできちゃったりするんですよね。はい、うん、磨けば、はい、うん、だからみんな占い師みたいになるんじゃないんだけど、この言葉は言ってほしいなとか、はい、ってイメージしといてみてください。あ、は
はい、どんな言葉言われたいですか、今さん聞いちゃったりして。何が言えない？あまりこう、うん、様子に自信がないんですけど、なんかこう可愛い、可愛いなとか言われたいです。可愛いねとか、いやちょっといいですね。でもなんかこうイメージしてた、うん、今イメージじゃないけど自分が言ってくれたら嬉しい言葉でない返信が来ると、うんうん、なんか彼はなんかそれでなんか不満に思うのはやめてくれって言われる。でも好きって言ってるからいいじゃんみたいな、好きは好きなんだからみたいな、うん、確かに確かにそうですね、まあ、こうじゃなきゃっていうのはね、うん、ちょっと手放せるといいかなって思うけどもね。おしたら M さん、はい、ね、はい、もうそろそろお時間が来ちゃったんですが、あとは大丈夫？はい、大丈夫です、ね、今日本当に一つのきっかけにしてもらえたらなと思うので、はい、頑張ってみて、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。応援してます。はい、ありがとうございます。じゃあ、東先生、携帯をあちらに、はい、ありがとうございました。お二方ありがとうございました。ねえ、おっと、今カンペが、お三方は遠距離恋愛したことがありますが、ここですね。そしたらどうしようかな。したら、じゃんけんで決めていきますか。はい、じゃあ、僕、じゃんけんぽい。遠距離記憶にないってことはないんだと思う。ないんだと思う。ないんだと思う。記憶にないってことはない。あ、じゃあ次は、じゃあ田先生。ないです、私も。もう、もう何十年も前の話なんで忘れましたけど。はるさんは、あ、じゃあ北海道内でプチ遠距離になられます。そっか、遠くないですけど。そっかそっかそっか、そのくらいしかないですね。すごい遠くはないですね。そっか、うん、じゃあちょっと、あの、なかなか遠距離ではなかったんですけど、でもなんていうか、心の距離は、はい、なんていうか、体の距離とはまた違いますからね、はい、本当身近に感じられると身近なものですし、うん、そうですよね、そんな感じです。あの、生鑑定こうやって毎回やってるんですが、はい、いかがでしたか？初めてなので、うん、こういう占いにも行ったことなかったの。そっかそっかないので、すごい新鮮でしたね。本当すごいわかるんだなと思って、占ってもらいたいなと思いましたね。そっかそっか、うんうん、よかった。すごい、先生、どうでしたか、今日来てくださって。もうなんかね、今日という日、この下旬の日に相談者、うん、こういう恋愛の相談だったりとか、うん、でたまたま見るとすごい良かったりとか、はいですね、うん、だからこの質問した時間帯とか、そういうのもすごく関係してくるんで、うん、で私もここにこうやって出させていただいて、うん、なんかすごい皆さんのこのね、私たち3人のタイミングだったりとか、うん、いろんなものがこう一致してのこれなので、確かに、うん、確かに、なんかすごく良かったです。良かった、はい、よかった。おや、トワ先生、あ、アンナさん占っていただけますか？見てる。せっかくだからいいですか？どうでしょうか？お願い先生、どうでしょうか？はい、どうですか？ぜひお願いします。では今の時間帯でやってみましょう、うん、恋愛、恋愛だったらなんかこうどうなの、ファン的に。反的にどうなの？どうなんですかね。反的にどうなの？反的に。あ、でもね、めちゃめちゃいいです。おお、やった、万能だろう。どうしよう。どうしよう、どうしよう。はい、めちゃめちゃいいです。お仕事も、あの、うん、さっきからずっと言ってるんだけど、うん、下旬なので、はい、マスコミ系のお仕事めちゃめちゃいいんですよね。今日のこの収録もめちゃめちゃいいと思いますし、これからぐんとお仕事も伸びるだろうし、うん、はい、恋愛していいのかな。大丈夫です。でもさっきやまり来るんでと伝えしてた感じですけど、あの、運的にはいいです。あ、やった、はい。はい、運的にはいいです。やったー嬉しい。お墨付きもらいました。あと何か書いている、どうしようかな。コメント先に拾おうかななんて思いますね。どこから見たっけなあ。東先生も素敵ですね。 ありがとうございます。来てますし、あと、うん、アンナさん、みずみずしいって来てますね。好きなタイプの芸能人教えてくださいって来てます。芸能人
って例えるとあんまりないですよね。芸能人じゃなかったらなんか、うん、雰囲気イケメンの人が好きですよね。イケメンという綾野剛さんしか今思い浮かばないそんな感じですよね。なんかそういう感じがイケメンってよりも雰囲気イケメンさん。そうですね、そうですよ。見た目はそうですね。なるほど。下死の時にアタックするのはいいんだだったりとか、そういえば太陽先生の時も相談するタイミングが大事みたいなお話があったような。おー、見てくださってます、ありがとうございます。あと遠距離恋愛の気持ちが分かると、でも離れてるからこそ重ねられる時間があるから一緒に頑張りましょうって。あ、コーラさんありがとう、書き込んでくださって。コーラさん見ててくださってるんですね。そしてそうですね、ああいろいろ M さんいいな、多分占い結果ですね。な感じで、おお、あ、アンナさん彼氏にしてますね。素直でいいですね。嬉しい。ありがとうございます。ねえ、という形で1時間あっという間に来たんですけれども、はい、アンナさん1時間振り返ってみていかがでしたか？感想いただけたら。なんかこういう感じ本当初めてなのですごい楽しかったですね。本当よかった。占いにも興味湧きました。ナイス。ですよ。きっかけに。そうですね。今に伝ってほしい。はい。うん、よかったです。よかったです。あとアンナさん、あの告知がたくさんあるって伺って、はい、そうですね、大人気だから。昨日 DVD が2枚目発売しまして、今発売中なのと、あと、うん、なんですか、雑誌が6月29日に週刊実話さんの表紙やらせていただくのと、 あと7月3日発売の週刊プレイボーイさんに掲載させていただいてますので、あとはツイッターインスタチェックしてください。チェックしてください、お願いします。 あとこれ私冒頭で触れなかったんですけど、アンナさん、あの、今日ヤフーニュースでも出られたって伺って、そうですね、出ていただいて、はい、ミス ID の2017で、そうです、あの美人賞受賞されてて、ね、っていうことで、ヤフーニュースも多分、はい、今から調べても出るんじゃないかなので、ね、ヤフーニュースでございます。見てください。ありがとうございます。あと、そうですね、じゃあ次回の告知もじゃあちょっとここでさせていただきたいなと思うんですけれども、したらですね、次回の放送はですね7月の5日になります。もう暑いですかね、7月ね。水曜日夜9時から1時間生放送でお届けします。次のゲストはですね、元グラビアアイドルで現在漫画家さんです、浅野ひかりさんということで、今発音合ってるかな、浅野ひかりさん、朝の光さん後でちょっと教えてください、本当の発音を。という形で、あの1時間あの楽しくあのお届けできたらななんて思ってます。ということで、あの1時間あっという間に来ましたけれども、はい、何かあの東先生も何か最後に皆さんに、あ、そうだ東先生、明日、はい、マヒナの原宿に、そうです、そうだった私もそうしたら告知をさせていただきます。マヒナさん原宿店、原宿サロンの方で、11時から、対面鑑定をしていますので、もしよかったら来ていただけたらなと思います、ぜひあの、はい、マリナのホームページがあるので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。予約してみてくださいませ、はい、ということでお二人本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん次回もぜひ楽しみに。ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさーい。